ただいま用事があって、帰ってきていましたらば、樽の ところに、宝灸ができていまして、今、泊まる最中なんですが、ここへ、宝灸場へ、泊まっておりましたね。どれが分布したのかちょっとわかりませんが、今調べてみます。この箱から出たような様子ですよね。一軍からこれで6回目出ることになりますね。6回分布したことになります。東京じゃないんでね。どうも東京ではないみたいですね。逃げたはずじゃないですね。文法ですね。これが6回目の分布ですね。一軍より6回目。今箱に、取り込みました。はい、入るようですね。入るようです。はい。箱の中入るようですね。はい、このまましばらく行きましょう。Okay.
はい、今回も6回目の文法を取り入れました。大成功でありました。はい、どうもご視聴ありがとうございました。